夏が終わる。誰にも言えないまま終わる。一人ぼっちで、自分が嫌いで、なんとなく不安な、みんなが知らない私。本当は言いたい、死にたい、生きてる意味がわからない、先の見えない未来に不安ばかりが募る。でも一つだけ言えること、それは本当は死にたいんじゃないということ。生きたい思いは人一倍持っている。死にたいなんて誰にも言えない。だけど今日だけは話してみたい。死にたいを考えれば生きたいが見えてくるかもしれない。